大好きです。せーの、東京カイカイチャンネル。いやいやいや、毎日18時30分公開、東京ときめきチャンネル。セックスはぶっちゃけ週何回なりそうですか？週1くらい。はい、セキです。え、何回会うかだけど、週1か2。そうね、なんか会える時だけどね、私も週1くらいかな。嘘、嘘じゃない、毎日。今の現状、今の現状、今の現状、トリトリ、トリトリ。週3。あの、金曜日2回の土曜日1回の日曜日は月曜日と前で寝る。週末はちょっと頑張ろう。明日休みだから。これはちょっとあれですけど、まあ、ぶっちゃけの話、セックスってぶっちゃけ週何回が理想的でしょうか？いや、しなくていいよ。彼氏つけてやりたいと思ったことない。いいかなって思うことない。ない、ない。ちょっと大人の階段登ってみたいなとか思わない。思わない。青春したいもんね。青春したいもんね。ですよね。だから結婚してから理想の年齢ってありますか？そのこの年でそういう経験してみたいなみたいな。20代何歳？20代。20何歳？マイク、マイク近くで。24。お姉さんは何歳ぐらいだと届いた？やるってことですかね。なんか理想の年齢。理想の年齢、この年齢だったらなんかいいなみたいな。22。もう、なるほどね。続いてのアイスマン、はい、セックスはぶっちゃけ週何回が理想ですか？ちょっと待って。それぶっちゃけですよね。週3です。週3ですね。お姉さんは？でも多くても週3くらいがベストじゃないですかね。わかんないけど。毎日でもいい。毎日の質問。セックスはぶっちゃけ週何回が理想ですよ、僕は。いや、週1くらいでいいです。週1でいいの？もっといいんだよ、もっと。痛くなっちゃうから。そうですか。いいんだよ。自分も週一で大丈夫です。プラモしませんか？もうその一回はもう濃厚にギュッとギュッとギュッとしますね。ギュッとします。ギュッと濃厚にいきます。動画の下の概要欄からチャンネル登録お願いします。お願いします。韓国かヨーロッパ？ロシアあたり、スイスとかフランスとか。東京ミックスドリンク、カミングス。